皆さんこんばんは。今日は1年半ぶりに歌舞伎座に来ました。これから玉三郎さんの楊貴妃を見ます。一緒に明るい歌舞伎座を楽しみましょう。それではレッツゴー。地下に来ましたね。これから地下のお店に入ってみます。はい、どうもお客様、お試しいかがでしょうか。はい、盛り上げ限定のいかめしはあと2名様となります。どうぞよろしくお願いします。歌舞伎座で玉三郎さんの楊貴妃が終わりました。口上の後にバックステージツアーの映像があって、でその後に楊貴妃があるという少し変わった構成でした。最後カーテンコールもありました。正直言って楊貴妃は映像と玉三郎さん重なっていて、玉三郎さんへの期待が非常に高いんで、少し普通だったかなと思います。でも元気な様子が確認できました。歌舞伎の勢いも確認できました。また一緒にいい歌舞伎座に行きましょう。楽しみましょう。それでは。